クルギスタン、クルギスタン、クルド語は、トルコ東部、イラク北部、イラン西部、シリア北部とアルメニアの一部分にまたがり、ザグロス山脈とタウルス山脈の東部延長部分を包含する伝統的に主として、クルド人が居住する地理的領域のこと。チグリスユーフラテス川の中上流域を中心に広がる山岳地域。面積は約39万2 0 0 0トル。 クルド人の地、国を意味する。ペルシア語では、コルデスターンと言い,い、イランには、同盟の州コルデスターン州が存在する。イラクでは、自治区のクルディスタン地域、シリアでは、自治区のロジャバを構成する。クルディスタンという名称は、12世紀に、セルジューク町のアフマド・サンジャルが、エルデランに相当する地域、今日のイランのコルデスタン州と、ほぼ一致に設置した州の名前として、 初めて使われた。紀元前3000年頃、シュメールの設計文字の粘土版にカーディエイ、ないしはカーディエーと呼ばれる土地の名前が現れる。はこれをクルドの最も初期の形であると示唆しており、その説に習うならばこれが最も早いクルドに関する記録となる。ほとんどのクルド人は古代のグティウム人、カーティにその起源を求めることができる。グティム王国は 設計文字での記録では、紀元前2400年頃に存在し、その首都はアラフカ、現在のキルクークであった。今日、クルディスタンとして知られている地域は、ペルシアとメソポタミアの間、バンコの南と南東の鉱山地域のことである。ここは、クセノポンの時代以前より、クルド人が支配しており、の名で知られる国が存在した。古代ローマはその絶頂時に、 クルド人が住んでいる広大な地域、特に中東の西と北のクルド人地域を支配した。のようなクルド人王国はローマ帝国の封建集となっていた。紀元前189年から384年、古代カルデチは北、メソポタミアを支配した。この王国はタイグリノーサータの東に存在した。トルコの南東にある京のディアルバクルの東側及び、 南側に相当する。カルド地は、紀元前66年に、ローマ共和国の封建州となり、384年まで、ローマと同盟状態にあった。クルドの地の子が、初期の記録に現れた一例として、シリア語でのキリスト教の文章がある。この文章は、中東でのようなキリスト教の聖者を記述している。サーサーアン・朝のマルズ版が、アブディ書に、 出身の地を聞いた際に、彼は、両親が、アッシリアの村ハザ、ハザの出身であると答えた。しかし、両親は、異教徒によりハザから追い出され、ダマノン、ダマノンに定住した。そこは、アブディショによると、クルドの地であった。この村は、現在のイラクとトルコの国境の北、現在のアルビールの南西1 2トルに存在する。同じ文章の他の部分では、 カブール川地域が、クルドの地と記載されている。10世紀後半、地域には5つの地方王朝が成立した。北側をシャッタードアサ、951年から1174年、アルメニアとアラーンの一部と、955年から1221年、タブリーズとマラーゲ付近に、東側を95、959年から1015年と、 990年から1116年、ハルワーン、ケルマーンシャー、ハーナキーン、西側に990年から1 9 6年、リアルバクルが支配した。中世のクルディスタンは、イマーラとすなわち、アミール領と呼ばれる、半独立、一部独立の国家集合体であった。通常、これらはカリフやシャーの間接的な政治的、宗教的影響下にあった。 これらのクルディスターンの諸勢力と近隣国との複雑な関係は1597年にクルド語スレフクソンベドリーシーによる漢文学に記載されている。よく知られているクルド系アミール領は今日のイラクのババン、トルコのイランのに相当する。16世紀にクルド人居住区は長い戦いの後サファビー朝とオスマン帝国に分割された。 クルディスタンに対する最初の重要な分割は1514年のチャルディラーンの戦いの後に行われ、1639年のにより公式のものとなった。オスマン帝国の解体後、連合国は旧オスマン領のこの地域を分割し複数の国を作る合意と計画を行っていた。批准されなかったセーブル条約に基づいたアルメニア沿いにあるクルディスタンもその一つであった。しかし、 ケマルアタチュルクによるアナトリア東部の再占領や他の差し迫った問題が連合国にトルコとの再交渉を認めさせた。結果、ローザンヌ条約により現在のトルコ共和国の国境の大部分が確定された。これによりクルディスタンの独立の機会は失われた。クルディスタンの他の領域は両条約においてイギリスとフランスによる委任統治領、イラクとシリアの内部に併合された。 1945年のサンフランシスコ会議において、クルド人の代表団は、クルド人が主張するクルディスタンの地理的な範囲を示した。この提案では、地域は、アダナ近くの地中海の海岸から、ブーシェフル近くのペルシア湾の海岸まで広がっている。これには、ザグロス山脈の南の居住区であるルアも含まれている。第一次世界大戦後は、 サイクスピコ協定を基本とした国際協定によりクルディスタンはいくつかの国に分割され、それぞれの国においてクルド人は少数派である。1991年の湾岸戦争の終結時、連合国は北、イラクに安全地域を創設した。イラク軍が北部の3つの県から撤収した際に、イラクのクルディスタンはイラク内部の自治勢力として浮上し、1992年には 地方政府と議会が作られた。クルド人参考文献も参照楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。